あのな、毎年1月13日から15日にやってる魔事の鮫川神社を舞台にした寒中みそぎ祭りがあるんだ。一番初めは天保2年に神様からお告げを受けた神社守りが真冬の寒い海でご神体を清めだっつう話から、豊漁豊作は願った魔事の人たちが今まで受け継いできたんだ。行衆者っつうのはな、質実剛健な男が毎年一人ずつ選ばれて、弁財天、山の神、うなり、別当って役場4年間務めるんだわ。うだでもんだど。厳粛な神様ごとのほかに、かがり火は大で、提灯が揺れて、なんまらきれんだみそぎ行列もあるし、一回は見た方が面白いと思うよ。待ってるから来てけれ。